はじめまして、皆様ご存知、庶民大学徒です。というわけで、本日とて、ホラーゲームやっていきます。彼女クイズという作品ですね。メリン様の制作されているものになります。というわけで、始めていきましょう。彼女クイズ。ついにこの時が来てしまった。一週間前付き合ってる彼女から、家に遊びに来ないかと誘われた。ああ、いいよ、とい。必死にいつも通りを装ったが、この一週間、まあ、ずっと彼女からのお誘いで頭がいっぱいだった。びっくりした、音でかいが。スー私の耳に届いてるのだけがでかかったよなんて。まあ大丈夫でしょう。急に出るじゃん、びっくりした。音はダメだって。まあそれはいいとして、今彼女はお茶を持ってくるかと席を外している。部屋に一人取り残され、すぐそこにある彼女のベッドから、なぜか目が離せない。ちなみに、タイはないが、じゃあ、めっちゃ浴びてきた。タイはないが、なるほどね。このままでは彼女に、不本意な勘違いをされてしまう。体を反転させてベッドを捨てにし、視界にベッドが入らないように、部屋を見渡した。ん?あれは?あ、セーブができる。8月のカレンダーだ。1週間前、8月17日、彼女の誕生日だった。プレゼント送って、その時に家に来ないかと言われた。出たような表情が忘れられ、びっくりしょう。お待たせ。お盆を持った彼女が一箇所しか調べないのね。スーツケに置いてベッドに腰掛ける彼女。ねえ、今日はしたいことがあって。したいこと?何その BGM の入り方。あのね、私が今から出すクイズに答えてほしいの。クイズ。なるほどね。知り合ってくる彼女が可愛いので続きを促した。じゃあ第一問、私の好きな動物は何でしょう。どっちだ。なんか気まぐれっぽいからな、このまあ犬にしとこう。正解。おお、正解した。第二問、私の好きな場所はどこでしょう。山、海の方が好きそう。あ、私の誕生日いつでしょう。8月17。え、私の好きな教科は何でしょう。国語が好きそう。正解。本が好きだからかな。点数が一番いいんだよ。確かに部屋に本ありますね。第五問、私が苦手なものは何でしょう。ほら。結果は?君、意外と私のこと。はい。もやもやする。え?叶った望み。望みは叶っている。え?理不尽ちゃう?あ、労働、さっきセーブしたじゃん。海かな?海ですね。海が好き。もう一箇所。あ、カレンダー猫だしね。そりゃそうや。うん。え?犬好きだったよね。犬好き。正解。好きな場所、海。猫書いてあるのに犬が好き。え?全部嘘。でも国語は、あ、まあ、本は嘘つかない。本は嘘つかないはマジでそう。おや。実家に帰りたくない。なるほどね。あ。しかも二択なんだからさ、一回目やったんだから、ねえ。私のアホさが出たのでは。ほんと頭使ってないな。お、なんだこれは。この間、近所で配られたホラー映画のチラシ。ホラーが苦手な彼女が反射で受け取ってしまったものは何なら残していたのか。うん。クイズ。犬。山。もう正解だった。誕生日いつ?おー、全部嘘だ。でも国語は、そう。
おや。とりあえずセーブしとこう。ねえ、君の名前ってなんていうの？ほう、いいからなんていうの？ガクト。ガクトさんね。見とれるほど美しく微笑んだ彼女の目がスーッと閉じていく。そして倒れた。え？おお、なるほど。やっぱ嘘だったのか、すべてが。やっと会えたね。この音楽聞いたことある。フリー音源だ。怖いよ、怖いよ。ずっといいなって聞こえる。聞こえないの？あ、いいな、内側。あ、え。乗り移ったのか。いいな。いいな。うん。物理が好きで。猫をやってるしね。うん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 。彼女のことが好きなんだよ。いいな。いいな。いやー。普通にゲームとしてクイズ面白かった。なるほどね。はい。というわけで彼女クイズでございました。みりん様が制作されているゲームでございます。興味がある方はぜひとも概要欄からチェックしてみてください。ありがとうございました。